ただいまから市長記者会見を行います。なお会見後の質疑につきましては市長から説明をした後お受けをいたします。それでは市長よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。まず報道機関の皆様方におかれましては、日頃よりですね、行政情報を的確に市民の皆さんにお伝えいただいていることに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。本日は6月ということでありますので定例記者会見ということでこの後進めさせていただきます。今回大きく6つのですね、テーマに沿ってお話をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは資料に沿って進めてまいります。まず1つ目です。6月に入る前ぐらいからですね、市内各地でヒグマのですね、出没の通報が多発しております。もう市別全域と言っていいぐらいですね、全ての地区で発見というかですね、こう見かけられているということで、本日ですね、急遽熊対策に関してですね、町内で会議を行いまして、本日直近で言いますと、朝の5時に水郷公園内で、発見、目撃されたということでありまして、それについてですね、猟友会それから、警察の方とですね、情報を共有する中で、早々にですね、現地の方をパトロールそれから市民に対してのですね、周知も行ってきたところです。まず市民の方、それから学校ですね、学校についてもですね、早急に連絡を取って各おのおのの学校で対応していただいております。でその方法としては市のホームページであるとか、Facebook、それからヒグマップ、暮らしナビ、それから学校の関係をマチコミメールですね、それを使ってですね、保護者も含めて情報発信をしてきました。また先ほど聞こえたかと思いますが、13時からですね、防災無線の方で、これは市街地になりますけれども、市街地の市民に対して、注意啓発を行ったところです。また現在のところ、残念ながらまだその発見駆除したという連絡は入っておりませんが、まずは市民の安全第一で、進めていきたいと思っております。ヒグマップの資料って言ってるんでしたっけ、言ってないんですか。それに今記載されておりますが、あと今回その市街地、水郷公園、それからスポーツ施設がありますので、一番下の方に記載ありますが、当面の間ということで、進入禁止、利用禁止という今措置を取らせていただいております。でその期間 その当面の間という部分なんですけども、最近頻発しておりますので、まず少しの間様子を見させていただいて、この後また出没する可能性ありますので、その状況を見ながらですね、判断をしていきたいと。また旭地区についても同様となっておりまして、旭のパークゴルフ場、それからローラースキー、ジョギングコース、サンソン広場、これを当面の間使用禁止するという形を今取らせていただいているところです。一つ目のヒグマの出没については以上となります。次に2番目です。新たな経済に向けた、給付金定額減税一体措置についてということで説明させていただきます。まず一つ目のですね、税制、住民税の定額減税で、これに付随する調整給付金についてということで、これについての説明させていただきます。まずこの事業につきましては、中身についてはご承知かと思いますので割愛いたしますが、まずこの市別市のですね、給付金額、調整給付金ですね、これについての額の見込みですけれども、1億2642万円で、人数でいうと2903人を見込んでいると。給付要件については、定額減税可能額が、減税額を上回る場合に、支給というか給付するということになります。で算定基準日が6月11日ということで、今後 の流れとしては7月下旬をめどに、調整給付金の額を示した確認書をですね、該当する方に、送付いたします。でその後ですね、確認の上、必要事項記載、それから、必要書類、これは身分証明ということになります。免許証、保険証、それからマイナンバーカード等での写しですね、これを添えて返信をしていただくということになります。で返信の後ですね、審査を行いまして、その後対象者の口座の方に振り込むということになります。また振り込み時期につきましては、一番最初初回につきましては8月中旬をめどに予定をしている。でその後につきましては随時、毎週木曜日に、振り込みをしていくということになります。でその受
付開始につきましては7月下旬に送付いたしますので8月上旬から受付をしまして、期限としては10月31日木曜日を期限といたします。これ返信いただけないと寄付できませんので忘れずに、提出をしていただきたいと思っております。合わせて次2つ目の項目になります。まず2番、住民税非課税世帯給付金給付事業です。これ大きく3つの事業になっておりまして、まずは住民税非課税世帯給付金給付、それから住民税均等割課税世帯の給付、それから、この2つに該当しており、さらに子どもがいる場合、住民税非課税子ども世帯、子育て世帯ということになります。これについての基準日は6月3日ということで、手続きは6月28日にこれも同様に確認書を送付いたします。同じく記載をいただいて、返信をいただくということになります。ただ3番につきましては1番2番重複してということになりますので3番については返信不要ということになります。で、申し込み振り込み等については初回7月17日を予定しています。でその後は先ほど同様毎週木曜日に振り込みをしていくと。これも受付期間につきましては、3日の日に、間違えました、送付後ですね、6月28日から、これも同様、10月31日までということになりますので、これも合わせて返信の、該当する方は返信をいただきたいと思っております。2番については以上です。次に3番のハーフマラソンについてということで、ハーフマラソンもいよいよ第37回ということで、これまで実行委員で準備を進めてまいりました。また昨年度ですね、第36回終了後に、安全対策あるいは、進行等についてですね、まだまだ改善の余地があるということで、実行委員内で委員会内で検討を進めてですね、さらに素晴らしい、レースになるように今取り組んでいるところです。で、参加人数確定いたしましたのでお話をいたします。参加人数は1790人ということで、昨年を上回る123人増加する参加受付となりました。統計というか見ますとですね、今回パリ五輪があるということで、いわゆるその実業団の選手が多く参加になる可能性があるのかなと思ったんですけれども、思ったほどですね、大きな減少は見られませんでした。で、主な増加の要因としては一般ランナー、一般参加者の方がハーフ、それから、10キロ、それからですね、が主にですね、大きく増加したというのが要因となっています。また今年につきましては昨年までやっていた5キロをなくしましたので、2キロの参加者の方が増えておりますが、大体昨年の2キロ5キロ合わせた人数と同じぐらいかなというところ。合わせて、招待選手についてです。トヨタのですね、内田俊太選手、それから大塚製薬の小林香奈選手、それから今回ですね、今中央大学に行っている本間颯選手もですね、凱旋レースという形で来てくれるということになっております。その他にですね、失礼、合わせて、8名の招待選手を今回来ていただくことになっております。それからアンバサダーについては変わらず増田明美さんに心よく引き受けていただいているというところです。またですね、今回、準備するにあたりまして、士別出身の漫画家の高橋真さんの方にですね、ポスターのイラストの依頼をしたところ、心よく引き受けてくれました。今回士別のハーフマラソンと、あと北海道マラソンもですね、高橋真さんの被ってしまったということになったんですけども、非常にですね、評判のいいポスターとなりまして、多くの方にですね、高評価をいただいているところでありまして、この場を借りて、お礼をしたいと思っております。ハーフマラソンについては、この後ですね、またいよいよ明日ぐらいから気温が高くなるということになりますので、しっかりと安全対策等に留意しながらですね、準備の方を進めていきたいと考えています。ハーフマラソンについては以上です。次に4番の、2024防火防災フェスティバルについてです。これは今年度からですね、初めて取り組む事業となります。
市民の皆さんにですね、消防業務のご理解、あるいは、防火とか防災についてですね、広く関心を持っていただいて、安心して暮らせる地域社会を目指したいという趣旨で、今年から開催をする運びとなりました。また実行委員会につきましては、これまでの私立地方幼少年婦人防火委員会、防火委員会とよく言っているものですけども、これの発足してから45年の節目に当たるということもありまして、今年開催に当たることとなりました。で、実行委員会にはですね、その防火委員会の委員長であります、寺林恵美防火委員会会長、それから、市別地方消防事務組合市別市、それから日本防火防災協会が、共演という形で、やらせていただきます。で、その他には近隣の和三町、県淵町、幌加内町、それから各、町の消防、それから安全防火関係団体、それから日赤の協力を得て、実施することとなります。で、具体的な内容につきましては、ドクターヘリ、これもですね、極端なその天候不良、あるいは、出場がない限りは来ていただけるということで、ドクターヘリのですね、離発着、それからそれに合わせて消防の連携訓練、それからドクターヘリの見学会、それからですね、ヘリのスタッフによる分かりやすい講演ですね、講演会、そういったものを予定しています。その他にですね、体験コーナーとして、119番通報体験、それから煙トンネル体験、模擬消火体験、避難所体験、それから備蓄品試食会、それから避難体験、救急手当体験と、このようなですね、盛りだくさんの内容で市民の皆さんに、多くの皆さんにお越しをいただきたいと考えているところです。また開催日につきましては8月31日ということで、10時から午後3時までの予定となっています。で、悪天候になった場合は予備日として翌日ということも一応想定には入れているところです。場所につきましてはこの市別の役所のですね、駐車場で開催予定となっております。またこれにつきましては今後ですね、準備を進める中で改めて報道機関の皆さんに、お知らせをしていきたいと思っているところです。よろしくお願いします。次に5番の観光関連イベントについてです。お手元にお配りのですね、まずは、昨年もこれまでもやっておりましたが、一市三町のですね、食と観光周遊スタンプラリーということで、6月29、明日から10月31日の日程でスタンプラリーを実施いたします。また併せましてですね、連携協定を結んでいる JAF さんのドライブスタンプラリーも一緒に開催するということになっておりますので、これもですね、また今年も多くの皆さんに呼びかけて盛り上げていきたいと思います。それから7月の3日、失礼いたしました、6日ですね、6日の土曜日に同じく包括連携を取らせていただいているレバン北海道さんの道の駅の方で、イベントをやっていただけるということになります。今年は島谷選手がお越しになるということで、また子どもたちとですね、フリースローをやったり楽しむバスケットボールを楽しむイベントを作っていきたいと考えております。それから先ほどお話をしました JAF さんとの、協定の関係でですね、JAF メイトさんという、JAF メイトという機関誌っていうんですかね、それを JAF さんが出しておりますが、今回この一市三町の事業についてですね、特集を組んでいただけるということで、発行予定が7月の中旬頃とお聞きしております。部数で大体1330部数ぐらいなんですけども、今回ですね、10ページの特集を組んでいただいているようで、市別のですね、観光地、それから特産品、それからイベント等の取り組みとかですね、そういったものをご紹介いただけるというふうに聞いております。また併せてですね、名産品のプレゼントとかそういった企画もやっていただいているということですので、これもですね、多くの皆さんの目に留まればいいなと考えているところです。それから6番目の国際交流についてになります。
まず一つ目にゴールバンリーか、ゴールバン丸張り市の高校生の短期留学についてです。1999年の姉妹都市提携以降ですね、両親がアトライの高校生を一気に来て、ホームステイ、それから学校での授業などを受けていただいていました。でこの中でですね、一時止まりましたが、昨年ですね、私立からも高校生行っております。でこの7月にですね、7月に10日から17日の日程で、高校生7名、ゴールバル高校生が7名こちらに来られます。男子が2名、女子が5名、それから引率の方2名、合計9名が施設にお越しになるということになっております。また受け入れについてはですね、7つの家庭で、ホストファミリーをお願いするということで、決まっていることになっています。またこの日程で士別神社例大祭ございますので、以前にもやりましたが、高校生にですね、士別神社祭の際に神輿を担いでいただいたり、士別市の文化もですね、体験していただくと、そういうような内容になっているところです。それからもう一つ、国際交流サッカー大会、これも例年実施をしております。またベトナムからですね、サッカークラブの児童が士別に来るということになります。本年の日程につきましては7月25日から28日、ということになります。で今回来られるのは24名、それから保護者の方、スタッフの方で15名とお聞きをしております。またこれもですね、非常に取り組みだと思っておりますし、また士別市のあるいは近隣のですね、サッカーやっている子どもとの交流ということになりますので、素晴らしい交流になることを期待しているところです。私の方から発表させていただく内容については以上となります。それでは、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は、挙手の上、会社名と氏名を名乗った上で、ご発言をお願いいたします。では、ご質問のある方、ございませんか。私立市におかれましては、いろんな内容にやってらっしゃるとは思うんですけれども、どの辺のことをとかですね、あるいは市長から見てこの制度に対するちょっと考え方とかをお聞かせいただければと思います。はい、経済対策として国の方で、国民の皆さんに支援いただくのは非常にありがたいことだと思っております。ただ一方で今お話の通り、地方自治体の負担という部分でいうと、ちょっと制度がやはり今回複雑でありますので、なんていうんですか、混乱は招いている状況にはございませんが、間違いなくその負担というか、そういう部分はあるのかなと思います。ただそれ以上にですね、逆に1日こう数件の問い合わせもなんかあったようなんですけども、やっぱりその該当者の方が自分がどういう状況なのかやっぱり分からなくてですね、そういった、給付を受ける方もですね、ちょっと制度的に難しくて分かりづらかった。どうなのかなっていうのが正直な感想です。はい、それでは他ございませんでしょうか。いいですか。道北日報社の村山です。今日はありがとうございます。ちょっと気分のことなんですけども、もうこれ監視する以外ちょっとこう手立てがないとは思うんですが、ちょっとやっぱり今回気になっているのは、こう住宅地近く、およびこうスポーツ施設の近くということなんですけれども、今、閉鎖してやらざるを得ないという状況なんですけど、どの段階までこう見守っていくというか、なかなかその現地で見たから鉄砲を撃とうとかできるような場所ではないので、
どうその辺のちょっとかこの先の見通しみたいのを、まあ、今日熊来てれば直接聞いた聞けたんですけど、まあ、来てないんで、その辺どうでしょうか、見通しみたいなのは。非常に難しい判断だとは思っております。本日の会議の中でもですね、まあ、その当面っていつぐらいを目処にするべきなのかという議論もあったんですけども、具体的に他の制度のように、例えば出没後何日後にはとかってならないと思うんですよね。やはりその状況ありますので、まあ、現段階ではちょっと、まあ、少なからず、まあ、1週間近く、当面といっても1週間近くはかかるのかなと思ったりもしますし、あと今回ですね、その似たような場所で何度も出ているということなので、これまでの、熊 の, その行動範囲の広さでいうと、うん、同じところにはそんなに出ないだろうという想定が今覆っていますので、少しこう慎重に見る必要があるのかなと思います。あとその市街地ということがありますので、今回猟友会のことも話しておりますけれども、まあ、簡単にすぐ駆除できる状況ではないというのがまず一つです。それから箱縄の設置について、罠の設置についてもですね、いろいろ検討を進めております。例えば河川敷敷地内を置けるのかとか、いろいろ今、調査しているところでありますけど、現段階でこれといった確実的なその対策というのは、まあ、見通せないのが今現状かなというところです。あとその市民の方にもお伝えしていかなければいけないのは、例えばその生ごみのですね、出す日、あまりこう早く出されてしまうと、またこう寄ってくることもなりますので、その辺の注意喚起もですね、今後していきたいなと思います。ございませんでしょうか。はい、今の熊の話に関連してですけど、昨年死亡事故が起きた幌加内町ではですね、事故の後に、あそこの場合はこうレジャーというか、ああいう釣りの場所でしたけれども、熊がそこに限らずですね、市街地等も含めて出没した場合の対処方針みたいなものをですね、決めて連絡体制とか制度を作ったところかと承知してますが、今その、まあ、確かに判断難しい、いつ例えばそういう施設を解除するとかですね、もう閉鎖解除するとか難しいとは思いますけれども、その一定のこう熊のこう行動を評価して危険性が高いとか低いとか、こういう場合はこういうふうに連絡体制を取ってやるとか、そのあたりのこう決まりというか行動指針というか、そのあたりすでに整備されているのであればちょっとご説明いただきたいし、もしないということであれば行き当たりばったりではなくてですね、一定のこう指針みたいのをお持ちになるお考えはないのかどうかというところですね。はい、はいはい、ありがとうございます。ヒューマンの出没についてはですね、その初動体制ということで、もう現段階で市別地区と朝市区ということで体制は取れるようにですね、まあ、いわゆるその連絡体関係というか、それはもう準備をしているところ、この資料は大丈夫ですか。出しても問題ないですね。ない体制を作っているところで、まあ、各猟友会とか警察とか、そういったところとですね、うちの担当部署のですね、まあ、いわゆるその熊出てからですね、初動の体制が一番重要だと思ってますので、主にそれについての体制は作っているところですね。後ほどそれについて資料をお渡しさせていただきます。ありがとうございます。行動指針っていうんでしょうかね、うん、そういうところまではちょっと記載がないものですから、うん、まあ、ちょっと今後、まあ、ちょっと必要性も含めてですね、うん、検討していきたいなというふうに思います。はい、それでは他、ございませんでしょうか。はい、よろしいでしょうか。はいはい、それでは、ご質問がないようですので、その他に、移らせていただきます。ただいま、ご説明を申し上げました、案件以外で、ご質問のある方がいらっしゃれば、挙手の方をお願いいたします。はい、それではないようですので、以上で、記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。